3枚のお札。まずはあらすじをご紹介いたします。やんちゃな小僧とお嬢が住んでいた。小僧は山へ栗拾いに行きたいとダダをこねる。和尚は山には山乳母がいるから、山乳母が出たら願い事を言えと三枚のお札を渡す。日が暮れるのも気づかずに栗拾いに夢中になった小僧は、老婆の家に泊めてもらう。夜中にふと目が覚めて、包丁を研ぐ老婆の姿を見、初めてそれが山乳母であることを知る。小僧がクソをしたいと言うと、山乳母は紐でくくって便所へ行かせる。一枚目のお札に自分の代わりに返事をしてくれと願い、小僧は窓から逃げる。もういいか？まだだよ。もういいかい？まだだよ。山乳母は便所の壁を壊し、小僧を追いかける。追いつかれそうになった小僧は、二枚目のお札に、大きな川を願う。現れた大河を山乳母は飲んでしまう。小僧は三枚目のお札に、火の海を願う。山乳母はさっき飲んだ水を火の海に吐いて消す。寺に着いた小僧を、和尚は、壺に入れて隠し、いろりで餅を焼きながら、山乳母を待った。小僧を出せと迫る山乳母へ、和尚は術比べを申し出る。山ほど大きくなれるか。なれるとも。山乳母はぐんぐん大きくなる。豆ほど小さくなれるか。なれるとも。山乳母は小さくなる。すると和尚は山乳母を素早く餅に挟んで食べてしまった。この話は地域によって差があります。小僧は和尚の頼みで山に行くパターンもある。それでは古事記を見てみましょう。見てはならない。イザナギが見ると、八雷神に取り憑かれたイザナミの姿。イザナミはよもつしこめを使わし、イザナギを追わせる。イザナギは三つの桃を投げて後、桃に願い事をする。イザナギのみそぎで生まれたスサノオは、黄泉の国へ行きたいと、ダダをこねる。アマテラスの国へ寄ろうとする。アマテラスは髪を解き、力強く庭を踏みつけ、勢いよく雄たけびをあげる。剣を三段に折り、音もさらさらと水を注ぐ。スサノオは苦走する。大月姫は尻から種子の食べ物を出す。スサノオは日の川で老人と老婆に出会う。ヤマタノオロチは酒を飲み干す。スサノオはフシナダ姫というお守りでヤマタノオロチを退治する。大国主は木のから漏れ逃げる。室に入れられた大国主は、すせり姫に助けられるが、木に囲まれる。その後、スサノオの髪を屋根のたるきに結びつけて逃げると、スサノオは室を引き倒す。ヤマトタケルは慶光天皇の使いで、兄を川屋にて殺す。東方十二道へ使わされた時に、草薙の剣と共に、大和姫から袋を授かり、何かあったら開けなさい。一旦宮津姫の家に入るが、東へ行き、火に囲まれる。草薙の剣と、袋の中の火打ちで助かる。走り水の海で船が進まなくなり、音立花姫の
おかげで先へ進む。足柄の坂で食べ物を食べていると、白い鹿がやってきたので、食べ物の残りで殺す。火を焚いている老人に出会う。三重の村で足が餅のようだと嘆く。本当にいろんな側面があって、面白いです。実は山姥には、金太郎の母親説があります。途中で足柄が出てきてましたよね。次回はそちらを検証していきます。